ナッツを空入りします。こんにちは、プリスキラ TV JPN です。今日はイギリスの伝統的なお菓子トフィーを作ります。材料です。ナッツ 250g、 くるみ、アーモンド、カシューナッツを使います。いずれも無塩です。バター 200g、 こちらも無塩バターです。グラニュー糖 200g、材料はこれだけです。器にクッキングシートを敷いておきます。いい香りが立ってきたので火から下ろします。フライパンにバターを入れます。お砂糖です。弱火でゆっくり溶かしていきます。バターが溶けたので火を強めます。強火で焦がさないように気をつけながら色をつけていきます。ブクブクしてきましたね。はい、泡の状態が変わってきました。はい、周りが少し色変わってきました。見極めが難しいところです。はい、茶色くなってきたのでここでナッツをどっと投入します。ここで火を消します。絡めていきます。手早く絡めます。先ほど準備した器に流し入れます。火から下ろすとすぐに固まり始めます。熱いうちにオーブンシートの上に広げていきます。ナッツを細かく刻んだ場合はオーブンシートに広げてからナッツを後から入れていただくレシピもあります。そちらの方が正統派かもしれません。意外と早く固まり始めるので手早く作業してください。少し粗熱が取れたところで固まりきらないうちにカットしておきます。粗熱が取れました。まだ熱いです。完全に切れてなくても筋をつけておくだけで割れます。震えるほど美味しい。ナッツ好きにはたまらないお菓子です。簡単にできますのでお試しになってみてください。お好みのナッツを入れてお試しください。今日も最後までご覧いただき嬉しいです。どうぞ皆さん美味しい素敵な時間をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。皆様からのコメントをお待ちしています。チャンネル登録もよろしくね。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃ、またね。